グレゴリオスパラマスは昭和ジア出身のギリシアの神学者アトスさんの修道士、後にテッサロニキの大主教を務めた聖教会の聖人。中世聖教神学の主流となった聖寂主義の提唱者であり、かつ聖寂主義を代表する理論家である。中世の聖教会における理論家として最も重視される。聖教会では聖人とされる。 なお日本ハリストス正教会では、グレゴリー・パラマと呼ぶ。イタリア生まれのギリシャ人修道者、カラブリアのバルラームの唱えた、音調は神によって作られたとする説に対して、非造の音調は、人間から非非造の神への媒介となり得ないと、論爆し、音調の非非造性を説いた。グレゴリオスは、正教の教義を保持し、人は神をその本質においては知ることができないが、 その働きにおいて、すなわち神は何をなすかを知ることができる、ゆえに神が自らを人生において表し、このことを人が知りうるのであると説く。この立論においてグレゴリオスは大きく、カッパドキア三恐怖に依拠している。グレゴリオスはさらに、タボロさんにおける、キリストの変容に論を及ぼし、ペトロ、ヤコブ、ヨハネが目撃した変容とは、神の想像されざる光の目撃であるとする。 そして確実な霊的協働と集中した、しかし単に機械的な仕方ではない祈りによってで、なければ、この想像されざる光の目的は、他のものには与えられえないとした。グレゴリオスパラマスの著作の一部は、フィロカリアに収録されている。聖教会では、大時第二手術を、グレゴリオスパラマスの記憶に当て、グレゴリーパラマの手術と呼ぶ。他に11月27日にも、 グリゴリーパラマが記憶される。ありがとうございます。